たくみちゃんです。今回のヒューマンヒューマンは子供の頃からやっているような体を使った遊び、それから道具を使うということ、ものを作るということ、そして、上演する劇場自体をこう扱っていくようなもので、ダンスをコンテンポラリーダンスとして、ちょっと広げていくようなものになってるんじゃないかと。で、最終的にそれが踊るということにまた戻ってくるような、そういう作品だと思います。今回、九州で発表させていただくんですけれども、九州ってすごく木が元気で、で、温暖な気候だから木が元気で、あと焼酎がたくさん飲まれると、そういう文化の、土地でですね、皆さんに、見てもらえるっていうことが、普段東京にいる僕にとってもすごく新鮮で楽しみな、ことになるんじゃないかなと思っています。よろしくお願いします。